せていただきます。いただきます。何か食べる。わちゃわちゃしてて楽しいな。うん、いいですね。いくらでも、間違ってこれ食っちゃったらごめんね。大丈夫ですよ。もちろんもちろん。わかりました。こんな感じありますか。メニュー。Yes。もう一問来たよ。あ、本当だ。一盛り足んない。これどんぐらいあるの？6号ぐらい。え、そんなんだ。なんかいけないかもしれないですね。あ、たぶん、うん、失礼します。ありがとうございます。出てくるの早くない？早かったですね、うん、ありがたいですね。ありがたい。店の方も人気優しい。本当に。なんだか聞こえてくる音声多分わかる。わかりますね。妖怪米拾いで生まれる。
でも大事ですから。大事。こぼしたのもいただくの大事です。さっきとスプーンが違う。萌え。町中華も。うん。ハイパーじゃね。グッて。今日はあのまあ程よくじゃないですけど、ある程度のっていう多少手で来たんですけど、はい、これ、ね、死闘の死ぐらい入ってますね。あの見つけた姿を見て、ああって、ああと、ああと察しました。察した。はい、愛情を。僕らが頼んでるだけですからね。で、あの普通に頼んだ量をあの作ってもらったんです、うん、こんだけの愛です。皆さん、あの特盛りはお腹と相談してちゃんとご注文ください。よくないっすね、焼肉チャーハン。やるの。お主やるの。たまらないやつですね。やるの。すいません、肉スープください。お願いします。まさかのスープ。そっちかよ。お、むずね。早い。おじいちゃんに米飲んでボロ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 。本当にうまい。でも
それこそチャーハンがパラパラですよね。うん、うん、これ、ありがとうございます。パラ系だね。肉スープですね。ありがとうございます。大丈夫ですね。はい、もちろん。何？ありがとうございます。次は何か楽しみにしてますね。あ、何か何をするかどうか。それは唐揚げですか？上の手の。正解は唐揚げでしたね。唐揚げでしたね。チャーハンの正体で、あー、うまそう。卵ですね。これもうですね。お、あ、すごい。違うんじゃないですか、これ醤油スープじゃないんじゃないですか。うんうんうん。いや、一口目は僕じゃないですよ。さすがに。なんか、自分のハニーじゃない人は、助手席に当たる…まあいいね、まあ、いや、それマックさんですから、助手席に乗せるのは。今日一緒に来ていますから。なんかね、醤油って醤油ってる。はい、どうぞどうぞ。何食ってます？こっちは野菜の出汁ってる。出汁、僕も一口もらって。あ、もう、うん、あ、醤油ってる。どうぞ。あの、変なディスコじゃないですかね、これ。なんていうかね、普通の醤油スープにこの衣の油がいい感じにパンチがあるんですよね、でも軽くなくて、あの、お腹いっぱい。具がね、本当にラーメン多分頼むより多いですよね、うん、これラーメン丼なんですけど、すごいですね、本当に、うん、ありがたいですね、このね、うん、で、正直僕、まあ、ツイッターとか見てる方は分かると思うんですけど、僕、地元が足立区なんですよ。あまり隣の区で、もうね、超近く、ずっと来たかったんですけど、実は初めてなんですよ、今回やっとこれで、また素敵な好きなお店さんが増えた感じです、うん、ご主人、ちょっと質問していいですか。はい、1個だけ。はい、公園さんってお店できて何年ぐらい経つんですか。42年。え、場所ずっとここですか。昭和52年じゃん。いつご、僕、1980年なんで、僕の3つぐらいですか。4つぐらい。え、前からデカ盛りなんですか。
あ、皆さんこれ裏メニューですから。今更ですかこれ。これとか唐揚げとか。唐揚げ。唐揚げなんかも手に入れてないんですけど。ああ。え、唐揚げも特盛り。じゃあ二人で一皿頼んでシェアしますか。今度ね。今度。今度で。ご主人また来てもいいですか。また次も行ったらいいですかね。はーい。やっと。次はじゃあ絶対唐揚げを。唐揚げね。唐揚げ行きましょう。楽しいなんだこの楽しさ。でも普通のこうチャーハンに胡椒かけるの好きで。あ、分かる分かる分かる。いいですかね、僕胡椒。もうマックさんいかがですか胡椒は。僕大丈夫すみません、私食べてる時にすみません。タイミングですね。うん、うん、じゃあ松坂世代ですね。あ、同じです。広瀬松坂世代。広瀬ということは、日本赤軍のあれですね、浅野さんの、うん、学生運動が華やかな頃ですね。あ、そのぐらいですよね。うん、おお、42年。歴史があるお店ってなんか味がありますよね。なんか来たくなるんですよね、いつも。一つのことを42年。すげえとした理由はね、うん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。